あ、第1回まっくりもっくり一周回ったファッションしてる人にその服罰ゲームで着てますかって聞いてみたいよ。それはやばい。皆さん最近のファッションなんですけれども、まあ、一周回ってダサいと思わないですか？ダメージ効きすぎてるズボンとか、呂布カルマしか似合わへんようななんかこうガラシャツとか、仮面ライダーの敵の細胞みたいな形したあのバレンシアガの靴とか、ブラジャーが透けてる服とか、逆になんか服の上からブラジャー着てる服とか、もっと奇抜なファッションになってくると、まあなんか言葉で表せないんですけれども、とにかく今のこの日本の世の中にはもうダサいファッションが流通しちゃってるわけなんですよ。このまま放置しちゃうと日本全体のファッションのレベルが下がっちゃう、まあ、そうなっちゃうといつかね、僕と交際する女性のファッションのレベルも下がってしまう。交際相手の女性がダサいって言わない、さすがの僕でも嫌なんで、その流れを食い止めるべくね、一周回ったファッションをしてる人を見つけて、その服罰ゲームで着てるんですかっていう風にね、インタビューしていきたいと思い、まっこりもっこり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 。いきなりそのファッション罰ゲームですかって言っちゃうと怒られる気がしますんで、まず一旦ねファッションの調査をやってる体で、お兄さんファッションかっこいいですねみたいな感じで、その服ってちなみになんかどこで買いましたかとか、どれぐらいしましたかみたいな質問を一通り聞いてから、ちなみにそれって自分で奇抜か奇抜じゃないかって言ったらどう思ってます？奇抜やと思ってますっていう風に答えた時に、ちなみにそれって罰ゲームで来てますっていう質問をちょっとかましていきたいと思います。この企画ってなんか炎上しそうですよね。炎上すると思いません？ってか僕がダサいと思ってるだけで、それが間違ってるとか一切言ってませんもんね。否定じゃないですか。でも、いやでもそのセンスは否定してるよ。でも何事においても改善ってめちゃくちゃ大事で、僕がそれネタですかって言って改善って見つかるやん。これってファッションにおいて話だけじゃなくて、スポーツでも料理でも何でもそうなんですよ。結局うまいうまいとか美味しいとか言ってるだけじゃダメで、ここはもうちょっとこうした方がいいよっていうのを言った方がよくて、僕がねその役割を担っていこうかなと思ってます。やばいの来ました。あ、すいません、はい、今 YouTube でインタビューしてるんですけど、はい、一瞬ちょっといいですか？はい、トムソヤ1回目です。トムソーヤ池上です。トムソーヤ池上さん、はい、ありがとうございます。ちなみに何かされてるんですか今？生放送。どれぐらい視聴者数いらっしゃるんですか？300人。人気もですね。今おしゃれな人に質問というかインタビューしてまして、お兄さんかっこいいなと思ってお声掛けさせていただいたんですけど、ちなみにこの服ってどちらで購入されましたか？アマゾンで、はい、アマゾンで購入されます。ちなみに価格で言うとどれぐらいでした？3、4000ぐらいですかね。そこまで高くない割にそのおしゃれっていう結構コスパいいファッションなんですね、はい、ちなみになんかご自身のファッションを奇抜か奇抜じゃないかで言ったらどっちですか？これはまだ奇抜、落ち着いた感じですかね。なるほど。旗から見た感じで言うと俺ちょっと見られてるなとかないですか？家からずっとこれできて、原宿だったらまだここ混ざれるけど、あのゴスロリ的な感じで、普通の人があんまりいないところだと一番恥ずかしいですね。ちなみにまあ、この奇抜なファッション罰ゲームで着させられてますか？いや、普通に配信の企画で。おお、ご自身の趣味？まあ、趣味ってまあ仕事的なんですかね。じゃあこれは全然その罰ゲームじゃないってことですか？はい。あ、ありがとうございました。罰ゲームじゃないということで、すいません。コスプレ好きで。あ、ありがとうございます。すいません、じゃあ。すいません、配信中すいません。いやー、トムソーヤ池上エグい。奇抜なファッションの方が多いと言われてるキャットストリートに行きますので、そちらでインタビュー進めていきたいと思います。どちらで購入されました？ビルシカで。ちなみにお兄さんは？DOC ですね。 DOC 薬物ですか？全身でいくらぐらいかかりましたか？60,000。いや、安、これ普通なんや。安くはないですか？15? 何を買った？あーね、まあ、奇抜か奇抜じゃないかで言うとご自身のファッションどう思います？奇抜の方。ちなみにまあ全然いい意味で、いい意味なんですけど、いい意味でこの奇抜な服って罰ゲームで着てますか？はい、そうですね。すいません、お姉さんたちです。はい、すいません。何その紹介。いきます。はい、おお、すごい。あ、ごめんなさい、すいません、びっくりした。すごい、やだ、これお金にするなって。実は全員男性らしい。男性なんですか？
はい、男です。ちなみにあのオペには取られてるんですか？この4人の中で半分は取ってます。半分ないんすか？当ててみてください。ないです。外れです。え、ついてますか？ついてます。うっそ。一緒、お揃いの状態。外れてますか？ビビー。やったー、もうちょっと。ムーはなんか入れられてるんですか？こっち半分入れてます。ここ2人しか。あ、もうちょっと詳しい。え、これって触ったら僕判断になるんですか？なんないですね。ちょうど1週間、2週間前に入れたばっかり。いいですね、入れててくれる。え、マッシュだな。あとせっかね、体験だからね。ちょっと、下からちょっと。もう、裸で、おぉすげぇ。ストロボスクエアって名前で YouTube 活動をやらせていただいてます。サルセ君大丈夫ですか？聞いてますけど大丈夫ですか？ちょっとチャンバラしかけなかった人。ヘイシリー、近くのホテル。きつい、きつい。ファッションがおしゃれな方にインタビューしてるんですけど、ご自身のファッション奇抜か奇抜じゃないかで言ったらどう思いますか？奇抜なの？原宿でだったら普通かなっていう。なるほど、はい、罰ゲームで着させられてますか？いや、それはないです。いつもこれです。あ、じゃあ自分の意思。そうです。すいません、ありがとうございました。いや、やばいよ。価値観ってやっぱ違うんだね。何を思ってあれ着てるのか知りたいよな。あれの方が手間かかるやん、絶対普通の服より。ネロにわざわざあれ着るって。え、ちょっとすいません、トムソーヤ池上さんです。一、はい、人目からすごい取れ高でしたので。ああ、すいません、ちなみにお名前何でしたっけ？あ、トムソーヤ池上です。あ、もう一回行きます。トムソーヤ池上です。トムソーヤ池上さん、歯めっちゃ紫ですけど、これなんか、あ、今レインボーアメ食べて。レインボーアメ結構美味しかったですか？あ、美味しかったです。ありがとうございます。配信もう終わられたんです。あ、いや、今何人ぐらい見てるんですか？まあ、40増えてるやん。増えてますよ。すいません、ありがとうございます。はい、あ、すいません、名前って何て言うんでしたっけ？トムソーヤ池上です。漢字ですか？池上は漢字ですね。なんていう漢字ですか？池に上で。神様の神じゃなくて池に上で、なんていうんですか？トムソーヤ池上。ありがとうございます。ありがとうございます。男一見ガチ可愛すぎる女優トップ5。僕が男全員を幸せにします。この動画を最後まで見終えた人は一人でしている時の幸福度が6000倍アップします。想像をより膨らませるために知ってるようで知らない基本的な情報もお話しします。基本プロフィールを紹介しています。それに加えて個人的なシュキシュキポイントも公開しちゃいます。でも僕の個人的なシュキシュキポイントは天身長ムチフワボディ。女の子はチャンネル登録解除していいから、男だけは登録と通知音絶対にしとけよな。